ワオマングースは食肉目マダガスカルマングースかワオマングース属に分類される食肉類。本種のみでワオマングース属を形成する。マダガスカル島の固有種で同島東,東部の熱帯雨林地帯をはじめとする広い地域に生息する。ワオマングースを含むマダガスカルの肉食獣を系統樹のどこに分類するかについて多くの意見があったが2003年暗用だダータが科学誌、 ネイチャーで発表した遺伝子解析による研究では、マダガスカルの食肉目は単一のマングースカの祖先から進化したことが示された。東道町32から38センチメートル、体重は700グラムから900グラムとあまり大きくはないが、ガリディア赤の中では最大種である。胴体は細長く、頭部は丸くて、口先が尖っている。体毛は暗赤色だが死死は黒い。 名前の通り、ふさふさした尾に黒い輪がある。習性について、社会性があり5匹ほどの群れを作るとする説と、単独性であるとする説とで一見が分かれている。大変臨床でき登りが得意であり、中高性で湿度の高い森林に生息する。小型の哺乳類、無脊椎動物、魚、トカゲとその卵などを、主に捕食するが、昆虫や果物を食べることもある。 ワオマングースの個体数は生息地の喪失のため過去10年で20%以上減少している。また外来種、コジャコウネコとの競争によっても生存を脅かされている。フランスの古生物学者、ポール・ジェルベーの著作、イストアール・ナ・チャール・デ・ママフェアに描かれたワオマングースの頭蓋骨及び熾烈のイラスト、ワオマングース。ありがとうございます。